下川チャンネル。はい、こんにちは、下川チャンネルの川です。ということで本日はこちら、通販サイトチャパシティさんよりチャパオリパ第10弾、おなじみのね、ドキドキ演出オリパでございます。このオリパの詳細が、商品内容1パック3枚入りです。で、ハズレパックだとノーマル1枚プラスベリーヨアスーパーレアが2枚というね、ちょっと辛い仕様で、当たりパックはノーマル1枚プラス当たりプラスベリーレアオアスーパーレアという内容でございます。で、早速当たりチラの方がこちら、超当たりが1パックですね。ライオット 5000GT のシース優勝プロモ全200口中のね、1枚がこの超大当たりだそうです。で、他にもね、大当たりがラグナルクサクロックの CS プロモ、レッドゾーンのね、ウィナープロモだったり、ニコルボーラのあのブラックボックス版のね、黒縁のものですね。で、他にもね、クリスタルメモリーのプロモだったり、大銀河のシークレットが当たるそうです。という本日はこちらを10パック1枚分購入してまいりました。ということで本日はこちらを開封していこうと思います。ではね、まずこちら、このね、演出オリパっていうのが、この表表紙を外すと、はい、1パック目から当たり確率 99%。 マジか、これワンチャン 5000GT 入ってるんじゃないかなという感じでね、この当たり確率がこの表表紙を外すとね、はい、30% という感じで出てくるんですよね。なのでね、まあとりあえず当たり表紙先外していきましょう。 50%、 これいいね、可能性あるんじゃないかな。今のところもしかしたらね、3分の2で当たるかもしれませんよ。そして 10%、 10% は厳しい。ジョー君頑張ってよ。で、5パック目、 10%。 基本は 10% とか 30% かな。まあそうですよね、50%、 99% はね、ゴロゴロ出てきたらそりゃね、お店側もね、儲けが出ないので仕方ない。そして 10% 多い。もうでもね、以前 10% の方でね、当たり出たことあるのでお願いします。 30%、 いやー 99% 出たとはいえちょっと厳しそうですね。おー、 50%、 いいねいいね。ということで、当たり確率のね、低いものから 10% から開けていきましょう。たまに当たるから 10%、 10回に1回当たるってことですからね、数字上は。いきましょう。まずリバースチャージャー、そしてこれ裏面がね、ベリーリアノーマル、ベリーリアスーパーレア系なんですよね。フキスサブ花吹雪で、肝心の真ん中当たり枠はこちら。あ、ビビム、ビビムはちょっとね、さすがに外れ枠でしょう。続いて2パック目いきましょう。 10%、 まあまあまあ、この 10% の間はね、まあ外れても仕方ない。残りの 30% 以上、こちらは期待ですよ。セイントボルシャック、そして肝心の真ん中がこちら、おでんとんたん。では続いて3パック目いきましょう。ジョー君そろそろ当ててもいいよ。お、フェアリーライフの初期のこのね、絵のタイプの、まあ、再録された版ですね。そしてボルシャッククロス、はいはいはい。で、真ん中がこちら、ミラフォースドラゴン。なかなか古いカードが来ましたね。私はね、小学生中学生の頃やってたことのカードですよ。で、当たり確率 10% ラスト、ジョー君頼むよ。ソーラーチャージャーからの後ろがラブガトラ。まあラブガトラは悪くないね。やっぱラストバーストもちろんね、ツインパクト強いので、真ん中はお願い。あー、大龍眼。まあまあまあ、まあ、大龍眼もね、ハズレとはいえ使えるカード入ってた。ということで続いては 30% いきましょうか、カッタ君。では行きましょう。いや、 30% 3つなんでね、1つは当たってほしい、さすがに。で、サイバーセブリエス、そして裏が恋侍。まあまあ、よくいるハズレ枠ですね。真ん中の肝心のカード行きましょう。あー、オシロスコープ、珍しいカード出てきたけど、呪文を唱えると一体フリーズできるという、まあまあ面白い、いいですね。ということで2パック目の 30%、 いやー、お願いします、本当にお願いします。1万円分ですよ。サメヘッドからの、はい、ツイネスポール、はいはいはい。では肝心の真ん中はこちら、あ、ロッキンスター。絵はアドなんだけどな、美しいんだけど。ラストの 30%、 いや、これもう残りこれ合わせて4パックですからね、そろそろ当たり引かないとまずいぞ、ちょっときついな。お願いします。燃えるラブスナイパーからの、はい、グロティスインカー。真ん中の肝心3分の1当てましょう。あ、きた、シャコガエルのシークレット。ちょっとね、シークレットなので絵柄見づらいですけど、こちらシャコガエルでございます。ありがとうございます。まあなんといってもエクストラウィン、まあ、意外とね、この山札切りっていうのは難しそうに見えるんですけど、意外とこなせちゃうというシャコガエル、需要ありますよね。ありがとうございます。では続いては 50% いきましょう。中学生勝ったくんね。 50% ね、さすがにこれ一つ当たってるでしょう。二つあるんでね、いきましょう。うっかリザードからの裏がメラボルカル。いいねいいね、これもガリュミーズとね、合わせて面白いカード。次の診断ですね。ということで真ん中が 50% いきましょう。あ、デスザークの黒宿マルヒさんバージョン、ありがとうございます。このメラボルガルとデスザークのセットで出てくるというね、無月のモンセットですね。ありがとうございます。勝った勝った、これは勝ったくんだけに。
マンジデスアークマンジ、もうどんどんね相手のクリーチャータップインさせましょう。ということで2パック目いきましょう。カッタ君もう1枚来てもいいよ。 50% 確率ね超えていきましょう。バスタートラップからのゼクシー、お祝いをお願いします。おバトクロスバトルのビクトリーロードのプロモ、これも当たりでしょう。ありがとうございます。いいですね。これで今3パック連続当たってますね。まあ確率がね低い順から見てるんでね、そりゃそうなんでしょうけど、いやー確率を超えてきた。 50% 2連チャンありがとうございます。バトクロスモルネクデッキのね貴重な資料トリガーで、肝心のラストパック勝負くんですよ。当たり確率 99%。 いやさすがに外れ 1% とか引かないでしょ。これはもうほぼ確定演出みたいなものでしょう。当たりいただきます。表面から早速フェアリーヒノコ祭り、ノーマルから強いですね。これ当たりとかやめてくださいよ。で後ろがデミブラムストーカー、そして肝心の真ん中ライオット 5000GT をぜひともお願いします。あ、5000GT じゃないけど全然いいですね。ラグナルクサクロックの CS ベスト8賞プロも、バトクロスに続いてね強力な収容取りは、まあ、週末の時計とね書いてるだけあって、出てきた瞬間もうターン強制終了、強いですよね。はい、ということで今回チャパシティさんのリエマ演出ストリパーを10パック1枚分開封した結果こちらとなりました。ということでね10パック中4パックでね当たりが出たということで、かなりいい内容ではないでしょうか。トントンかちょいプラスぐらいにはなったんではないですかね。はい、ということでこのドキドキ感皆さんいかがだったでしょうか。私はねこれがめちゃくちゃ好きなので皆さんにもおすすめしたいなと思っております。通販サイトのチャパシティさん検索してみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。以上下川チャンネルでした。 5000GT 欲しかったなー。